はいお疲れ様です元ですす今回のお話なんですけど、ある人がですね、アマゾンに対して、めちゃめちゃ返品詐欺をしてたっていうことで、粉ミルクとかを注文して、それを返品するという手で、なんか詐欺をめちゃめちゃしてたらしいんですよね。それがアマゾンにばれてですね、莫大な賠償選挙されてるっていうことで、まあ、ざまあーみたいな、詐欺してる方が悪いからね。で、ざまあーっていう話なんですけど、その手口があまりにもやばすぎたのと、その賠償額、 1300万円とかはむちゃくちゃな額だったりするんですよね。まあ、それについてね、今回お話ししていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、自陣竜けのことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。マジでやばいやり口なんですけど、まあ、Amazon の絵のね、なんだろう、返品の詐欺といえば、抜き取り詐欺とか、そういう話もね、元光はお話ししてきましたけど、なんかワイヤレスイヤホンを買ったら、粘土が入ってたっていう話とかも、一つのね、返品詐欺だと思うんですけど、今回若干違ったみたいなんですよね。でその えまあ、詐欺をした人に対して、アマゾンがこういう風にね、通知書、法的手続きとして通知書を送ってるっていう、この画像がですね、ネット上で上がってたんですよ。まあ、もちろんね、ネットの話なんで100、100%信用はできないんですけど、ただね、この通知書とかっていうのは、偽造とかすると、罪になると思うんで、まあ、そんなことをわざわざやって、ネットに上げたりはしないだろうと、求めては思ってるんで、まあ、それなりに角度は高いのかなとは思ってるんですけど、ただこれね、通知書が来てるってこと。 アマゾンから、えー、その賠償請求されてる人詐欺を働いた人がこうやってネットに上げてるってことなんですよねなんだよそれやっべえじゃんって思うんですけど100%事実とは言い切れないかもしれないですけどねちょっと見ていこうと思いますこちらですね通知書全略当職はアマゾンジャパン合同会社の代理人として記念に対し以下の通り通知いたします当社は記念が当社のウェブサイトアマゾン .CO.JAPAN JP か以下は当社サイトと言います上に作成した複数のアカウントを通じて以下の行為を繰り返している事実を把握するに至りましたえ何をやってたんだって当社サイトにて商品主に粉ミルク等の食料品を注文し代金を支払い商品を受領するまず普通に買うんだね粉ミルクみたいなその後当社に対して注文した商品と異なる商品が届いた商品に損傷がある等の虚偽の申告をして商品 商品代金の返金または交換品の手配を依頼し当社から商品代金の返金を受けまたは交換費を受領しこれを領得するということでこれなんかおかしかったぞーって言って新しいものよこせーって言ってもらうわけなんですよ返品,の返品みたいなことを言ってねただ この後なんですよね他方で当社サイトにおいて食料品が返品不可とされていることを期間として上記1で受領した商品を返品しないということでこ最初に買った粉ミルク等の,、ねまあ、この食料品っていうのをあのこれであの規約上、ね、返品不可でしょだから新しいものだけよこせということで1個買って2個来たっていう形になるんです。よね で、まあ、それはおそらくですけど、まあ、売りさばいたりだとか、転売とかしてたんだとは思うんですけど、なんじゃこれって、せこすぎるだろうみたいな詐欺をしてる奴がいたわけです。その人にね、この通知書が送られてるわけなんですけど、それは Amazon が気づいてですね、本件行為は民事上の不法行為、不当利得等に該当するのはもちろん、刑事上の窃盗罪ないし詐欺罪、まあ色々、ね、いろいろ該当する可能性があるの、よ。等にも該当しますということで、まあ、そりゃそうだよね。どう考えても悪いことしてるからね。未だ調査を 継続中ではあるものの当社が現時点で把握するだけでも起点は2016年1月から現在に至るまで本件行為を何度となく繰り返し起点が領得した商品は合計で約3200点を超えておりえ ちょっと待てよ、まあ、2016年から5年か、もっとか、5、6年ぐらいやってるて、3200点もこの方法で物を取っちゃってるんですよ。マジかよって。領得した商品の総額、返金額も約1300万円を超える高額なものとなっております、ね。で、マジーって、これ、バレないのここまで来るまでに。まあ、最終的にはバレてるわけなんですけど、この途中でもうちょっと早く、Amazon も気づくべきだったんじゃないかなって思うんですけど、加えて、記伝は当社が現時点で把握する限り、 当社サイトにおいて注文の都度新たにアカウントを作成して本件行為に及んでいるのみにならずあそういうことだろだアカウント作っては買いまくってんだでその登録情報においても様々なパターンの使命どんなの使ってんだろうね電子メールアドレスメールアドレスもえそんなポンポン作れるの 毎回だって3200点に及ぶメールアドレス作らなくてはいけないんだよ。めっちゃ大変じゃんで電話番号等を組み合わせて登録するなど当社において貴殿の身元を特定しにくくする明確な意図を持ってこれまでに少なくとも合計で約 600個ものアカウントを作成しておりますとということでね、まあ、完全に悪意のある意図でこうやってアカウントめっちゃ作って返品をして、えー、2個もらったりしてもう得をしようとしてるわけですよねで、まあ、多分それ売ってるんだと思うんですけどでこのように貴殿は当社に多大な損害を及ぼすことを明確に意図した手口で長期間にわたり本件行為を繰り返しておりますということなんですよねここ、まあ、ここでなんでこのの粉粉ミミルルククががどこだっけミルクがだろう注文されてるの っていうのを考えるとまあ普通に分かると思うんですけど粉ミルクだったらそれなりに多分賞味期限とかも長くあると思うんですよ普通の食品類に比べるとねだからこそこれでかつ増やしてそれを転売とかしてたんじゃないのかなって元光は思うんですよね転売屋みたいなことを多分しててで以上の事実を踏まえ当社は貴殿に対し今後一切本件行為その他の違法行為迷惑行為を行わないことはもちろんのこと当社サイトの利用消費を交流する行為のほか 新たにアカウント作成する行為等を含むを即刻止め、当社が被った損害を賠償するよう申し入れ、まあ、ここちょっと書かれ見えてないんだけど、申し入れてるんだと思うんですけど、まあやばいよね。 まずアカウント使えなくなって、まあ、もうアマゾンから出禁状態だよね。かつそ、その損害賠償しろーみたいな申し出もあるというような話がね、ここのね、えー、なんか通知書で書かれてるんですよ。この詐欺師、やべーじゃーって、まあ、詐欺師というより転売やなのかな、転売と詐欺を、まあ、いろいろこ 絡めたよよううな話なんだと思うんですすけどこれやばすぎるよねしかも悪気がないからようにこうやってネット上にこの通知書を上げてるんだよ。マジでこれちゃうべえじゃんって感じがするんですけどさ,さらにね他にも画像があってですね Amazon Japan 合同会社オンチュ誓約書っていうことでこれ逆にねその詐欺師側が Amazon に対して私これそれ守りますよっていうようなものだから書く側なんですけど私は Amazon Japan 合同会社以下 Amazon というに対して本件行為 Amazon から私に対する2022 2年5月18日付の内容証明郵便で定義する意味,を意味とする以下と同じを行ったことを認め今後一切アマゾンに対して本件行為ならびにその他の違法行為迷惑行為を行わないことはもちろんのことアマゾンのウェブサイトの利用 えー、同サイトで商品を購入する行為のほか,ほか新たにアカウント作成をする行為等を含む行わないことを制約します。私は今後私が上記制約事項に反した時は Amazon が捜査機関への届けで刑事告訴民事訴訟の提起を含むしかるべき法的措置を講じていく方針であることを理解しましたということで書いてるんですけど Amazon これ一回許しちゃうってことなの まどういうことだよって、もう、元光は即刻、刑事告訴とかでもいいと思うんですけどね、1300万円の損害があるんだよ。ふざけんなよって、元光は思いますけどね、アマゾンはそういう感じで、とりあえず賠償を申し入れるのかなっていうところで終わってるんですよ。転売詐欺師はザバーみたいなことになるわけですよね。賠償額1300万円とかも足やばいからね。ただですね、こうした感じのこと、この画像をねネットで貼り付けるぐらい余裕があったりだとか、そのネット上の掲示板でこういうことも言ってるんですよね、その詐欺師の人がね。 アマゾンの弁護士とメールでやり取りして誓約書だけで許してもらったでってえっちょ待っ,って1300万円払ってないよとかって言ってるんですよねこれマジだろってあとアマゾン側もさすがに全部把握できてるわけないみたいやね1300万円ってあるけど Y の計算では少なくともその6倍はあるからえちょっと待って <laughs> 何言ってるのこいつネットの中でさ7000万ぐらいは実はねもっともっと取ったんだよということを言ってるんですけどやばすぎるじゃんこの人 本当だとしたら、これ、開示請求とかされたら、一発アウトだと思うんですけどね、だって、この通知書とか、まあ、先ほどのね、誓約書とかもネットに上げてる時点で、かなりやばいんですよ。 これが事実だとしたら、Amazon 本気でこの人のことをね、叩きに来ると思うんですけどね、どうなんだろう、マジでやばい状況までね、自分で首絞めてるようにしか思えないんですよね。まあ、ということで、まあ、a z o n が今回はね、完全に悪いわけじゃないんですけど、とはいえね、やっぱ Amazon で治安悪いんだなっていう感じが元光はしちゃいましたね。 はいまあ、ということで、いろんな人の意見も見ていこうかなと思うんですけど、600もアカウントも作って、発注返品を繰り返している人がいることが驚きって、もう本当そうだよね、わざわざ600とか、まあ、600じゃなくても、偽造でアカウント作ってまで、そんなね、1個のこのミルクを、なんか新しく詐欺で手に入れるために、アカウント作ってることがまず驚きだよね、本当ね、わざわざそんなことするぐらいだったら、働けばいいのにって、トビッつは思うんですけど、こちらもね、リツイートといいで、ね、させていただきますね、あ元々ね、ツイッターもやってるんで、 しししししよよかかったたらフォローもしていいいだけるとと嬉しいんでよろしくお願いしますとかあと個人でやってるはずがなく代表者一人を生贄ににして尻尾切りかなってまあ確かにそうだよねこんな額、まあ、5年もあったとはいえ1300万円、まあ、もっとやったとかって言ってるわけだからしかもアカウント600も作ってるんだよ。 1>, まあ、1人でもできなくはないけど、まあ、もしかしたら何人かでやってる可能性もあるよねって代表1人に対して、まあ、そういう、ね、通知書を送ったんじゃないのかっていうふうな意見とかもあったりしますね。まあ、こちらもリツイートといいで、ね、させていただきますね。ということで Amazon で詐欺働いた人が賠償請求されるっていうようなお話だったんですけど最終的には本人はされてないとかって言ってるんですけどただそんなこと発信してたらマジで、えー、賠償請求とかされるんじゃないかなと本日は思ってます。ということで今回のお話以上です。 いますもとみつのチャンネルではジジニュース系のことを終わらせていきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました